2017年8月1日、今日から伝説のポケモンファイヤーが登場です。というわけで初日ゲットするべく大宮公園にやってまいりました。早朝から出現するのかと思って7時にやってきたのですが、未だに出現せず、今日は雨予報なので雨が降る前にゲットして帰りたい。やきもきしながらファイヤーの出現を待ちます。早朝ランニングなどをする人はいるのですが、ポケモン GO をやっている人が見当たらない。いざ出現した時に人が集まるだろうかと不安になる。ちなみに現在大宮公園はソーナンスの巣です。またハズレです。石つるての巣にならないかな。去年のサイホーンの巣になった時は最高でしたね。不調なスマホながらも数体ゲットして、その時ゲットしたサイホーンはサイドンとして今でも第一線で活躍してくれてます。一両マップで確認してみるも、大宮公園周辺にはまだ出現していない。大宮駅前にまだフリーザーが出てる。公式でも昨日までってアナウンスされていたのに、ファイヤーは本当に出るんだろうか。公園だと人が集まるか不安なので、駅前に向かってみます。おみこしが置いてある。今日は大宮駅周辺でお祭りなのです。駅前の大通りに出てきました。ちなみにここにあるジムでフリーザーをゲットしました。前方にお祭りの山車があります。山車横断中。
ここに来てついにポツポツと雨が降ってきた。まずい、雨が降ってきたら続行は不可能だ。しかもびしょ濡れで帰ることになり、いいことなしである。まあこうして動画にできることがせめてもの救いか。早朝から出てくれればさっとチャレンジしてさっと帰れたのに。天気を調べてみる。10時から雨マーク。それまでに出てくれ。遠くにまだフリーザーが見える。本当にファイヤー来るのか不安になってきた。おみこしの上にファイヤー乗ってる。おおですね。それはそれで伝説のポケモンという。駅前をうろうろ。ルギア出てるし、まあ人がいなそうですけど。バシがやってきた。ここに来て公式が出現のアナウンス来るのか、いまいち信用ならないのがあれですけど。1秒マップで調べてみます。駅前にはいない感じ。大宮公園は出てない。第2公園も出てない。範囲を広げてみよう。いたー。行くぞー。駅の反対側というのが痛い。Thank you.
また出しに遭遇。青になったぞ。左の女性もファイヤーに向かってるのかと思った。自転車レーン的な印あるけど、完全に後付けで自転車が走るには狭すぎる。ここに来てポケモン GO が落ちた。見えたぞ。到着。では行ってみます。まずは機能分の無料ライドパス。人がおらず、少し待って、やっとこ作人話し合って、まあやってみようということになりました。これがファイヤーか。お初にお目にかかります。通常攻撃は大したことない。なんかいきなり大ダメージなんですけど。ファイヤーの HP の減り具合から見て勝ちを予感。バンギラスの方が強いんでしょうが、最近ゴローニャを使っていて思うんですが、ゴローニャとても強いです。まあ強すぎると弱くさせられちゃったりしますけど。大文字効くなぁ。これは避けれた方がいいな。ファイヤーの HP ゲージが黄色になったぞ。あともう少し。
勝てる勝てるぞった。まあこの後が最大の難関なんですけど、ボールは9つか。うおー緊張する。ルギアもフリーザーもストレートボールで捕まえたので、今回もストレートボールで攻めます。いきなり外した。落ち着けオレよ。うわ火を吹いてます。完全にやる気です。よし当ててこう。くう惜しかったんじゃないよ。うまい具合に当たらなかった。こういうのメンタルに響く。ナイス出た。うめえ。慎重な俺し、やはりここは下に来た時に狙うのがいいだろう。ステンバーイステンバーイ。この待っている時もじりじりと精神力を削られます。来た、やっと来たと思ったらこれだもん。これはないわ。下に来てさらに攻撃モーションも待たなければいけないのか。あかん、私の心が折れてしまった。かろうじて当てた。ほえええ、よし、最後のボールはグレートだ。あっさり出てきやがった。というわけで1回目は逃げられてしまいました。1秒マックで次のファイヤーを探す。次のファイヤー発見、大宮公園だ。行くぞThank you.
大宮公園に到着、最初のスタート地点に戻ってきた感じです。果たして人がいるかどうかだ。強軍の無料レイドパスゲット。周囲の人が集まって16人、一致団結感すごかった。すげえ、あっという間にファイヤーの HP が削られていく。スカッタ道王珍しい黄色がトップだ。さてここからが問題です。そう、よし、ナイス。よく動くわ。落ち着けおれよ。ナイス。取れる気がしなくなってきました。金のズリの実、もう少し確率アップしてほしいよな。かろうじて当たった。うわー、よし、グレート。何この出てくる速さ。そして終了、無料レイドパス終わった。そして
雨雲接近中。この日はここで撤退します。帰宅後、嬉し、初めての課金レイドパスを数枚購入。台風が迫っていてチャレンジできる日が限られてきそうなので、次回は確実にゲットしたいと思います。